内容的には悪くないのでしっかり切り替えていきたいというコメントが出ています。一方東京ヴェルディですけれども、千葉と0対0東京ヴェルディ対徳島ヴォルティスの一戦、今前半45分がキックオフしました。左にエンド、緑のユニフォーム、ホームの東京ヴェルディ、だから右田向が来る、田向中、杉本、田向中を見て横へのパス、川田フリーだー、岩尾内側で内田優斗、スペース杉本へ、杉本預けて出ていく、杉本ミドルシュート、ブレ玉、杉本龍二、徳島先生。じゃあ作ってたんでしょうね、はい、まあ、ここ中見ながら当てて、でもダイレクトでもらう中に入り方してで、まあ、右足をアンドロへ、ヨルディバイス、セカンド拾う、奈良はパライバー外して、クレビーニョへ、クレビーニョ、クレビーニョー、うん、まあ、左足ね、コースを狙った、まあ、いいシュートだったんですけれども、まあ、少しインにかかるっていうよりは、梶川亮太、梶川雄二のセーブです。内田優斗、野村です、大外川田呼んでますが、縦を使って田向かい、早いクロス、こぼれてきた、川田が決めた、徳島2点目、後半立ち上がり大きな追加点。綺麗な崩しでした、中でクロスを合わせる、ニアサイド、もう一本入れてくる、中央、うわ、こぼれて小池、1点返しましたヴェルディ。この前もね、ニアに入ってたのでディフェンスの視線はだいぶニアに寄ってたと思いますし、最後のクリアのところが、あ、このキックちょっと短くなった、田向横使って渡井が空いている、渡井外す、左使って杉本、外回る、杉本おとりに使って自ら振ってきました、サイドに蹴り出しました、ここで試合終了、徳島勝ちました。